シャルル・ラゴン・ド・バンジュは、エコール・ポリテクニークの卒業生で、19世紀の、フランス陸軍の砲兵大佐。単に、ド・バンジュと呼ばれることが多い。最初の実用的な後双方の汚染を発明した。その基本概念は現在でも使用されている。また、ド・バンジュ砲システムと呼ばれる、様々な光景からなる、フランス陸軍の法体系を作ったが、 第一次世界大戦においても使用された。ド・バンジュ式金彩方式の大砲の汚染油頭と、金彩艦の動作メカニズムド・バンジュ1 5 5ートル重砲の汚染部ド・バンジュ9 0トル矢砲の閉鎖メカニズム汚染側から見た1 5 5ートル重砲。フランス軍事博物館19世紀中盤から、五艘式の大砲を開発する多くの試みがなされて、 来たが、その閉鎖機構は、部分的な成功と言える程度のものであった。発砲の際に、創薬の燃焼による、高温のガスが漏れ出すことにより、パワーロスが生じるだけでなく、放射が焼かれてしまう可能性もあった。小型のライフル銃では、ゴム、または他の素材による、オーリングを用いることができたが、大型の大砲では適切なシステムは、容易に実現できなかった。 発砲の際の熱と圧力に耐えうる素材はいくつかあったが、ゴムのように自然に伸びるものはなく、従って強固な密閉ができなかった。1872年、ドバンジュは新たな大砲用閉鎖機構であるドバンジュ式金裁方式を設計した。この設計では、汚染ブロックは3つの部品から構成されていた、後部の架空式のロック機構、 汚染を密閉するためのグリースを染み込ませたドーナッツ型のアスベストパッドおよびその前方の円形の可動式ノーズコーンである。発砲時にガス圧を受けてノーズは交代しアスベストパッドを圧迫するがこの時アスベストパッドは外側に広がるため汚染を密閉できる。フランスではこのノーズコーンをその形状からキノコ型と呼んだ。操作は 通常汚染の右側についているハンドルレバーで行う。レバーを引き上げ汚染を半時計回りにねじ溝がない場所まで回転させてロックを解除する。汚染全体をリング型のホルダーに沿って後部にスライドさせる。汚染ホルダーは片側にヒンジがついており引き出した汚染を横に開くことにより砲弾の装填が可能になる。度万獣式金鎖方式は アメリカ海軍やイギリス海軍を含む多くの軍で採用された。ド・バンジュが発明した方式は現在でもなお使用されている。原型であるド・バンジュ式金砕方式からの現在までの唯一の大きな進歩は階段段段か式汚染であるウェリン型汚染の導入であり、これにより汚染の体力面積が増え、汚染自体を小型化することができた。 他の閉塞機構も使用されているが、ドバンジュ式はそれらにも広く使用されている。9 0ト、mm、ルドバンジュヤ八1898年、エティエンヌ・プロスパ・ベルヌ・ベルコルトが、フランス軍事博物館1 5 5トルドバンジュ二十ミ2 2 0ト、mm、ルドバンジュ千八1873年、ドバンジュは、フランス軍の警報及び、1砲の再設計のため、 パリの中央補給省にある、精密武器研究所の部長となった。1877年から1881年に、かけて、ドバンジュは、ドバンジュ 90mm 砲ドバンジュ 80mm 砲ドバンジュ1 2 0 m m ル0砲、ドバンジュ1 5 5 m m ル0砲ドバンジュ 220mm19 砲、ドバンジュ 220mm、mm mm mm、及び 240mm。 要塞砲塔を設計した。これらの方のいくつかは、19世紀末の植民地戦争や第一次世界大戦で使用され、第二次世界大戦で使用された例もある。当時の他の大砲と同じく、ドバンジュ砲は、中大気がないため誤差を起こし、発砲ごとに狙いを定める必要があったため、発射速度が遅くなるという欠点を有していた。 この問題が解決されるのは有名な M1897-75mm 野砲を待たねばならなかった。1882年から1889年まで、ド・バンジュは、カイル工業の部長となり、武器の開発と輸出に従事し、セルビア等に重機を販売した。ベルサイユ市には、彼の名前を冠した、ド・バンジュ大佐通りがある。ありがとうございます。